こんにちは。今回は快感フレーズのガチャをやっていきたいと思います。で、3月の、あ、やばい、ちょっと待って、くしゃみ出そうはい、失礼いたしました。あ、やばいはい、すいません。で、3月の誕生日はシドとマシューとハルの誕生日カードが出てるんですけど、まあシドかマシューのどっちかが出てくれたらいいかなっていう感じでやっていきたいかなと思います。で、今回は、まあ、40連まではできるっていう感じですかね。このダイヤの量、ダイヤっていうかジュエルかで、ジュエルの量によると。なので、あ、やばい、なんでこんな鼻ムズムズするんだろう、花粉かな、やばなんですけど、どうだろうな、まあ、よく言えばシードとマシュー2人、まあ、どっちかが出てくれれば万々歳っていうぐらいの気持ちで回していこうかなと思います。やばい、鼻が死んでる、くしゃみが出そうで出ない、なんだこれ、やば、まあちょっと鼻のムズムズと戦いながらガチャ回していきたいと思います。おー、やば、鼻やば。はい、じゃあ行きまーす。ほい、頼むぞ。うわ、ダメじゃないっすか。キス来た。これはちょっといいんじゃないの、この演出はいいんじゃないっすか。カナイくんね、そういうことか。汚くなんてないよ、甘くて柔らかくて僕は好きだよ。あー、3分の1でそうくるかね。いや、嬉しいけどさ、ハルくんじゃないよね、求めてるのはさ。頼む。お、来た。はーい、光るね。はい。ハチくん。で、ユキヒコ。オーレオン、いや、エクスタシーレアが出るのは嬉しいけどさ、ちょっと求めてるのとは違うよね。あ、持ってないかも。あ、そうだよね、やっぱ持ってないわ。ちょっと、はい、30連目いきます。お、お、来た。ちょっとなんか音量ちっちゃいよね。ちょっと音量上げて。水道。おー、北斗さんね。はい。はーい。はるくん。ひかる。はちくん。しおん。北斗さん。おい、ふざけんなよ。なんでハルくんかぶるね。おい、なんで？ありえんだろう。最後いきます。うわ、しかもダメだし、ボードも入んないし、もうダメだ。
春が出るならシドかマシューも出てくれよな。今回引きは全然悪くなかったのにな。なんでこういう風になるかな。マジうざいな。そういう風になりますかね普通。信じらんない、マジで信じられないんですけど、ちょっともう悔しいからチケット3枚引きます。いい結果出なくていいんで、とりあえずちょっともう無理。ロード入れよ、とりあえずロードが入ってくれ。あーロード入んないわ。はい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 、ロード入らないよ。くそ、ダメだ全然。うわー、ダメだ全然ダメだ。くそ、外しまくったな。今回全然ダメでした。ダメじゃないか、まあ、ガチャの引きとしては良かったけど、まあ、自分の求めてるものとは違うのが出てくるっていうこの流れ。おい、あいつが来ないように見張っとけ。カラスの鳴き声が。カリクラはこのカードストーリーとかストーリーはめちゃめちゃいいんですけど、こうカードも重なったカードとかの扱いがめちゃめちゃめんどくさいんですね。必要なのは基本的に1枚だけなんですよ。別に2枚目以降も多分あってもいいんですけど、こう被ってるのが分かりづらいんですよね。こう例えば並び替えで、レア度で並び替えますね。全然この同じカードかどうかが分かりづらいんですよね。ちょっとそう、このカードとこれは違うな、このカードが一緒なんですけど、せめて同じ風に並んでくれてたら、こうなんていうんですか、交換とかしやすいんですけど、バラバラに並ぶんでどういう順番かわかんないんですけど、バラバラなんでめちゃめちゃ捨てづらいんですよね。まあ、なんかこうパーティーを同じカードで、まあ、6枚パーティーとかそういう風にするならまあいいのかもしんないんですけど、個人的にはねそういうのじゃないんで、捨てやすくしてほしいっていうのがありますよね基本的には。はー、本当にさ辛すぎるよね。快感フレーズ、このストーリーがちょっとエッチいストーリーですけど、まあそれが魅力的だから、まあまだちょっとアンインストールせずにいられてるんですけど、いやもう最近イベントも何も出てないんでね、そこら辺のこと考えるともうアンインストールしてもいいかなっていうふうに思ってたりもしちゃうんですよね。難しいな。まあ今回ちょっとガチャの結果があんま良くなかったんで、ちょっと考えものですよね。やっぱゲーム続けるモチベーションってガチャの排出率とかも重要だと思うんですよね。まあ、今回排出率良かったっちゃ良かったんですけど。
まあ、カイクラはキャラ全員好きかって言われると微妙なところなんですよね。うちが好きなキャラはレオン、シオン、マシュー、シド、この4人なんですよね。スタ前いつもやりますけど、スタ前は、まあ、誰が来ても基本的に嬉しいんで、まあ、ガチャ、まあ、SSR が出ないとまあちょっと苦しい気持ちにはなりますけど、まあ、他でも意外と許容できるっていうのがありますけど、もうね、続けるのがしんどくなってくるんですよね。こういうのって大体自分の好きなものが出ないとっていうのでね、まあたまにログインして気が向いたらイベントやるぐらいになってるんですけど、最近は。はあ、もう本当にさあ、久しぶりにこんなに回して結果がひどいっていうのはテンション下がりますよね。まあちょっと今回ちょっと後半愚痴ばっか言っちゃいましたけど、まあ以上で、まあ気が向いたらまたカイクラは実況していこうかなと思います。まあでももうなんかあんまやらない気がしますけどね。まあスマホの容量とか食うんで、もしかしたらアンインストールしちゃうかもしれないんですけど、まあ今回はとりあえずこれで以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。